はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。聖剣伝説3トライアルズオブマナ、続きをやっていきます。フォルテナにアルテナ王国が侵攻してきたところですね。とりあえず危機は脱出して、まあ、これから風の精霊ジーンを探しにバイゼルへ向かうというところになります。こいつなんだ。つい先ほど城に大砲職人を招いたところ、アルテナが戦を仕掛けてきた以上我が国も防衛施設を許可しないといけない。そういえばその職人、これがあればマイヤまで人飛びとかなんとか言ってたな。砲弾じゃなく人を飛ばすような発言、まあきっと何かの例えだろう。ほほう、これですぐ戻れるってことか。ボールベア高原をね、もうちょっと探索したかったんだよな。あ、ボンボヤジの家系のやつか、ボンジュールだね。んや、わいは弟のボンジュール。マイヤに戻りたいんでしょろ。もうちょっと待ってんか。兄貴にもろた大砲、これからここに腰をやるさかい。大砲の完成まで待とう。そうか、あ、剣の稽古をしている。結構ね、兵士残ってるんだよね。いつか俺も英雄王様みたい強くなるんだ。あ、あいつがいるじゃん。ち、何か用か。言っとくかな、お前が帰ってきた時には俺は今よりさらに強くなっている。修行をサボっているとお前の居場所はなくなるから覚悟しておけ。ブルーザーから思い、ブルーザーの思いから新たな力が生まれた。我流奥義、ブルーザーのリンクアビリティ、必殺技使用時攻撃力アップ効果を得る。え、いいなこれ。いいけどね、ちょっと装備がね、もうカツカツなんだよね、2つだから。リンクアビリティじゃん、どうやって見るんだっけ。装備能力でつけるのか。反撃、非ダメージは結構受けるからね。なんかもう常にダメージ受けてる感じだから。でアーマーブレイクも絶対欲しいでしょ。いや、ってことは外せないよ。クラスチェンジしたらまた考えよう。とりあえず町の方に行きましょう。で、アイテムとかどうなってんだ。武器屋さんとか、お、魔法ババのとこ、魔法ババじゃねえや、占い師のところに行こう。変わらない、しけた面しよって、ゴニョゴニョゴニョ。ダメじゃ、何も見えてこない。こんなことは初めてじゃ。何かヒラヒラとフェアリーのようなものが見える。ちょうどそんな感じのフェアリーが、ひえ、本物じゃ。私が取り付いちゃうとその人の未来は未知数になっちゃう。わしは熱が出てきた。今日は店じまいじゃ、帰ってくれ。そしてまた占いのお金は払わない。解除、状態異常の効果時間を 50% 短縮。じゃあな、2回もタダで見てもらって何もお金を払わない。ここは？ここはなんだ？本によるとマナストーンには強力な力を持つ神獣が封じられている。それらが復活した世界は考えたくもないね。あ、そっか、話を聞いて時間を潰せってことね。ちょっと武器屋を覗こう。2人いる。左が武器屋か。いらっしゃい、いい商品揃えてるよ。持ってるね。またのお越しを。防具は。いらっしゃい、いい商品揃えてるよ。あ、コテがある。あ、ジュエルリングとか。おめが高い。40円とか安いな。デュラン下がるね。何装備してたっけ。なんか作れたやつだっけ。ビー玉リング、どっちがいいんだ。2323、え、何が違うの。こっちの方が高いんだけど。まあいいや。目が高い、大事にするわね。え、すぐに、あ、シャルロット、これでいっか。またのお越しを。さよなら。で、この人に話して、なんじゃお主、いかにも先を急いでおるのに足止めされておるといった様子じゃの。大砲完成するまで時間を潰している。
そんな時は気ままに町を探索するがいい。ちょっとした発見に出会えるかもしれない。わしはこの間この辺をぶらついたらサボテンが一人でに動いているのを見か。あれには驚かされた。あとはあれじゃ、老人の仲間なしに付き合うのもいいじゃろな。カッカッカ。この辺ってさ、町の中ってこと、それとも町の外ってこと？ここはちょっと待って、ステラさんに会いに行こう。シャルロットがいる。町の外でクルクルしてるのは風車。あ、そう、俺の家はどうだ、ここか。ごめん、この家だけは勘弁してくれ。俺の家なんだ。俺は旅立つ時に決めたんだ。グレンの魔導士を倒すまで帰らないって。だから。ふん、いいわよ。デュランってそういうところは頑固よね。でも残念だな、デュランのお部屋見たかったのに。ああ、本当はエッチな本とかあって見せられないとか。だ、バカ野郎。いや、そんなの置いて旅立たないでしょいつ見つかるかもしれない。だってさ、いや、デュランもいないからちょっと部屋の掃除でもしとこうかなってステラおばさんなるよね。そしたら確実に見つかるから。てか大体そういうのはね、もう分かってるからな。姉ちゃん、最近なんだか物騒。うわ、すまん、切ってしまった。この人は話せない。え、サボテンはでもちょっと見つけたいな。外に行った方がいいのかな。一応これはこなしておくか。寝てればいらっしゃい。あれかな、時間が経つよっていう。またのお越しを。違う、中にいるんだきっと。いた、ほら、ローラントに行かれる。なるほど、それならバイゼルのブックマーケット、ブラックマーケットか。怪しい。不思議な道具をたくさん取り扱っている。市場では決して出回ることのない貴重な一品も売買されているという。確かにあったな、なんか言われてみれば。アンジェラ、アルテナがあんな真似した後、さすがに私も肩身が狭い。ああ、確かにね。あとは真ん中か。大砲が来て動けるようになったらちょっと一回モルベア高原見てみよう。でっかい大砲があったよ。よし、ボンジュールの元へ行けるんで、少しその前にマップを探索します。まあ、ここはパパパッとやっちゃうんで。前は戦いづらいが慣れるしかないな。じゃあ大砲の方に行きますか。このまま登って、お城の広場ですね。あ、ここがあれか。で、こっから上に登っていったんだ。ようやく地形を把握しだしてきた。で、ここは吊り橋だから多分上げられてたんだよ。で、ど真ん中に置かれてんのかよよろしく頼む。ワイはボンボヤジの弟モンジュール。アンさんたちのことは兄貴から聞いてます。ワイも兄貴にこの大砲を押し付けられたんや。マイヤの兄貴のところへ送り戻したるさかい、乗っておくんな。あれ、ワイは兄貴みたいなヘマはせんよって。ほな、行きまひょか。よし、行くぜ。おー、めっちゃピンポイント、さすがだ。よし、じゃあバイツェルへ行きますか。黄金の街道のまあ分かれ道というか、そっちの方だったよね。まあ、まずは町の外へ出ましょう。武器とか品揃え変わってないよね。てか
ブロードソード手に入れたんだよね、モールベア高原で。あれがあればもうちょっとだけ楽だったかなと思う。そういえばサボテン君は見つけられなかったな。結局よく分かんなかった。まあ、あんまりね、この探索しすぎても先に進まないから。弱い、もうこいつは雑魚だな。アーマーはなかなかやっぱり崩せないな。全然ダメだ。強攻撃をしないとやっぱり崩せないんだね。暴れ足りないぞ。みんなで助けて。めっちゃ強くなったな。お前ら雑魚だ本当に。これでしばらく敵と遭遇しないでしょ。ここはもうサクッといっちゃっていいかな。こっちの先でしょ、あそこ。というわけで、とりあえずバイゼルの端っぽいところには来ました。商業都市バイゼル、ここはまだ全然平和だな。こいつどうした？めちゃくちゃ落ち込んでんだけど。ここがバイゼルか。商業都市というだけあって賑わっているな。港へ向かおう。どんな武器が売られているのか気になるぜ。まあそうだね。ここから船でファロンに行けるはずよ。まずは港を探しましょう。いらっしゃい、いい商品揃えてるよ。金めちゃんな。ブロードソードも取った。さっきお目が高い。いい買い物したわ。ライトフレイル、いい仕事してるヘッジ。またのお越しを。ここから船でファロンに行けるはずよ。まずは港を探しましょう。なぜフェアリーこの世界についてそんなに詳しいんだ。ずっとマナの木にいたんじゃないの。いい商品揃えてるよ。ダメラーアーマー、お目が高い。なかなかの品だな。お目が高い。大事に。女王バチのドレス、ポポイのお下がり。ポポイってだってあのポポイでしょ、またのお聖剣2の。さて、あとなんかブラックマーケット的なのがこっちの方にあるね。パックンチ横、こっちか。ここはブラックマーケット、夜になるとオープンする。夜になるまで待て。え、ちょっと覗きたいな。港に向かっちゃうと先へ進むのかな、それともブラックマーケットって一度は覗かされるのかな。この裏手とか、あー落ちてしまった。40円、金だ。ちょっと覗くだけ覗こう、夜にして。あと種も植えるか。夜まで止まる。何円って言ってた。全然値段見てなかったわ。シェイドのコク、種何個くらい今持ってんだっけ。7個、全部使おう。もうこれでレベルアップするっしょ、さすがに。マタンゴの油、蜂蜜ドリンク、ハーピーの牙、プイプイソー、魔法のくるみ、グレールの油、魔法のロープ、レベルアップ。植木鉢のレベルが2になりました。敵が種をドロップしやすくなりました。種からいいアイテムが出やすくなりました。やったね。レベル何まであるんだろう、植木鉢レベル。夜になったからブラックマーケット行ってみよう。何か売られているか。いらっしゃい、いい商品揃えてるよ。ここ普通なポトの油、味方全員のヒットポイント回復。いいなこれ、ちょっと高えな。まあまあ、ポトダーツ、なんで俺3つ持ってんの。ハンドアックスも3つ持ってる。パンプキンボム、マジックパー吸収。へえ、またのお越しを。ちょっといろいろ見てみよう、それで買うか考えよう。こいつは奴隷はいかがっすかと言いたいところだけど売り切れ。自分は王子だなんて抜かす生意気なガキだったんだけど、ついさっき売れちまった。え、気になるな。
いらっしゃい。ここは商人ギルドのブラックマーケット。よそでは手に入らない秘密の商品ばっかり、危険なアイテムばかり。あれ、こいつは？人の運命は 100% 決められている。育成ポイントの振り直しが可能。へえ、金次第。すごいね。ちょっといや、まだ全然。でも一応振り直しができるってことは分かった。いらっしゃい、いい商品揃えてるよ。第10ポイント属性のやつはちょっと欲しいよね。これいいかもね、防御力アップ。次は風だから多分土が効くよね。モールビアの爪結構持ってるからこのままでいくか。んー、どうしようかな。これ一応一通りの属性が揃うっちゃ揃うか。でもあれか、闇とか光の属性付与はないね。ダメージはあるけど威力100だからホーリーボールとあんまり変わらないか。まだのお越しを。100円を投げてる感じだからね。そうするとちょっときついな。連発はできない。500円、これで買えと。あんた冒険者だろ。機会があればうちの船に乗っていってくれよ。どういうこと？ここはブラックマーケット。ちょっと女の子は話そう。ブラックマーケットに興味があるの？若い子、いけない子。そうか、そういうところか。まあ奴隷が売られてるからね。さて、じゃあ船に行きましょう。出港準備中。街を探索しよう。また結局話を聞くのか。ブラックマーケットも生かされんね。マタロウ、静かに。ほらほら、水平線の向こうで何か動いている。幽霊船に違いない。今船乗りの間じゃ幽霊船を見たという噂が飛び交っている。いつか私もあれに乗ってみたい。幽霊マニアのマタロウと申します。幽霊が見られると思うとゾクゾクしてきます。へえ。で、あとここか。ハンマーと呼ばれる不思議な秘宝があったらしい。こればっかりは我が商人ギルドのブラックマーケットでもさすがに手に入らない。へえ、かなり貴重なものなんだ。ブラックマーケット行くか。じゃあせっかくだし。アイテムがいろいろ見えるけど、まあ一応取ろう。30円。これ中だよね多分。あれ、こんな人たちいた？ちょっと話そう。私たちはブラックマーケット名物のオーロラシスターズ。私たちのセクシーダンスを見ていってください。見よう見よう。はい。観客が増えてんだけど。デュラン喜んでる。めっちゃ喜んでる。新たな力が生まれた。マジックシフト。攻撃力、魔法攻撃力 5% アップ。見てよかった。で、待って、話の人が分からん。あれ、この中にいない？この中ではないか。どこだ？この家の中ってこと？え、どこだ本当に。あ、あの人か。あ、アンジェラがいる。踊り子にスカウトされちゃった。ああ、まあでも確かにね。見た感じはいいかもしれない。観光推進委員。ブラックマーケットにお立ち寄りください。オーロラシスターズのセクシーダンス。ああ、もう虜になったよ。
夜にしか入れない。港へ向かおう。いや結局ブラックマーケットとかどうでもよさそうだ。取るかい。150円取られんのか。まあいいや乗ろう。今まで全部金払わなかったからな。心を入れ替えてちゃんと金を払おう。運命の態度。夜に出航するのか。ローランと山岳地帯か。どんなところか楽しみだぜ。必要なものがあったらパロで買っておきましょう。さっき幽霊船の話が出てたからね。あ、でも乗り物としてはやっぱり船はあるのかな。霧に包まれている。お、めっちゃ霧が濃いよ。音楽はあれだけどね。いや、別に大したことなかったか。なんかもう陸地が見えてるし。幽霊船とは一体何だったんだろうか。これ変えられる？あ、変えられるわ、角度。また物々しい。漁港パロ。これはナバールか？ナボール？ナバール？どっちで？忘れた。やはり世界はもう戦争状態なんだな。パロの港は我らナバール盗賊団が改めナバール王国の領地となった。へえ。パロがこんなことになっているなんて。町で情報を集める。ひとまず町で情報を集めてみましょう。もうこれ完全にマナストーンの RPG の字を言ってるね。新たな町に来たらまずは情報を集め。ナバールだね。ちょっと待って、もうさ新しい武器屋とかあるんだけど一応見てみるか。いらっしゃい。いい商品揃えてるよ。同じか。またのお越しを。さすがにここで新しい武器が発売されてたら切れるよ。なんですって、この町はどうなっちゃうのよ。すいません、待って待って、ごめんごめんごめん、切りかかろうとする。ローラント城がナバールによって陥落した。これは中か。どこだ、こっちか。風の回廊、雨かける道にある洞窟のこと。あんたらそこに向かおうっていうのかい。行っても無駄。俺も好奇心で一度だけ訪ねたが風神像が邪魔でちっとも中に入れない。実際にその目で確かめてみるといい。百聞は一見にしかず。そういうことわざがあるんだね。ん、これどこだ。 なんだ。姉ちゃんも可愛い。何か？ツンとしてるね。結局酒持ってってなくね。え、終わり。いや、ごめん、一目惚れしたんだ君に。カクテルをおごってあげよう。いや、カクテルとかよくわかんないけどね、飲みに行かないから。バーとかね、行かないよね。あ、ニキータがいる。だから剣を振っちゃうんだけど。え、風の精霊を探そう。超謎。あ、ニキータ、なんかこれでも操られてるっぽいよね、目が。いや、わかんない、そんな気がするだけ。これどこ、外に出るの。もうあ、
アーマーかける道。結構広そうだな。あ、でもまたやっぱりここもね、なんか上陸地っぽいよね。やはり船、あ、サボテンがいる。サボテンくんを見つけた。いや遠いな、あと2人か。50匹はちょっと大変だなこれ本当に。もうネットを駆使して探すしかない。さっき酒場で聞いた山の花畑を目指してみないか。了解でち。山登りは面倒だけど仕方ないでち。重量に行って、ダイヤミサイル。あ、ダイヤミサイルがあれか、多分弱点で効いてるっていう色かな。そろそろレベルも上がりそうだしね。ここはなんか飛んでる敵が多そうだな。ハーピーダイヤミサイルが役立ちそう。あれ使ってみようかな、せっかくだから。強くなったぜ。土属性のやつ、なんか変なやつがいる。モールベアの爪か、これは結構あるからね。あれ戦闘状態にならないとダメなの。使おう。どうだ、お、杖。こいつも効かないか、半減。ひどい。むしろ土が効かない。こっちさ、マイナスになってんの。しかも戦闘1回分だけだね。時間とかだったらよかったんだけどな、なんか5分くらい継続とかだったら。ただ1戦闘で出すモーベアの杖爪使うのはさ、もったいないよな。明日か忘れちゃったけど、いや、まあ買ってないけどね。押すと引き止めるとまたやばいんだけど。シャーロット回復してくれ。回復してもらおう。はーい、行きましょう。60円早いなこいつら。厄介すぎる。ただしそんなに硬くはないからな。ダイヤミサイルが役立つマジで。なんか低下してるな俺。この調子でいこう。花畑ってどこ。ちょっとね、一気に巻き込む。十文切り消えよ。そして起き上がったところを強攻撃。アーマーナイト鍵爪ドレイン。どちら、中央を目指すところはこっちっぽいな。いや、そんなことないか。回復中金の女神像があるね。まあちょっと風の回廊、途中で中途半端な感じはしますけど、風の回廊じゃない、雨かける道か。まあ多分いい時間になりますので、今回はここで終了したいと思います。次回はまた雨かける道途中からやっていきます。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。